ラオックス商事電機、株式会社、商事電機は電撃倉庫の店名で東北地方に家電量販店チェーンを展開していたラオックスの連結子会社。家電量販事業から撤退した後は不動産、賃貸業を行っていた。家電量販店時代のキャッチコピーは家電流通の革命。かつてルタウン、商事電機と称していたが百九十四年から 電撃倉庫の屋号を使い始める。その後、家電量販店との競合で業績が悪化し、2000年4月に秋葉原を中心に関東地方で店舗展開する家電量販店ラオックスの子会社となった。ラオックスが子会社化した2000年の時点では総店舗30店を有し、参加直後はラオックス名の店舗の運営も行っていた。しかし、 障子電機が運営するラオックス店舗は2003年にすべて電撃倉庫に統一された。そのためラオックスから電撃倉庫に転換した店舗の中にはラオックスロゴを併記した店舗もあった。また2005年秋頃からパンフレットや店内ポスター等の販促物でラオックスと電撃倉庫のロゴを併記していた。店舗壁面に描かれたキャッチコピーのエドルプは エブリデイローロプライスの略で、薄利多売をモットーとした昨今の家電量販店の特徴をよく表していた。提供しているサービスや商品はラオックスとほぼ同一だったが、一部の店舗では、ラオックスでは扱いのない中古ゲームソフトも扱っていた。小規模店舗を中心とした店舗展開を行っていたため、品揃えは他のチェーンと比べて少なく、パソコンの場合、 ほとんどの店舗では、売れ筋のノートパソコンのみの原品展示で、デスクトップパソコンは取り寄せとなることが多かった。最盛期には、宮城、山形、福島などに30数店舗を展開していたが、競争の激化で、親会社のラオックスともども経営不振に陥り、小児電機は2008年3月期まで7期連続で、最終赤字を計上していた。このため、 ラオックスが黒字化の目処が立たないとして、2008年8月31日をもって、全店舗を閉鎖。同年9月20日付で、全従業員を解雇した。また閉鎖した店舗の一部はゲオなどに譲渡した。家電量販店から撤退して、以降は、本社をラオックスと同一地に移し、所有物件の賃貸を中心に事業を行っていたが、2012年12月1日に、 同じくラオックス子会社のカンダム線電機と同社を存続会社とする吸収合併を行い消滅した電撃倉庫相馬店現在は鶴波ドラッグ相馬南店1981年頃から宮城県内では初となる家電量販店によるテレビショッピングをはじめ宮城県下に小児電機の名を浸透させた1985年頃には パソコン専門店を地域でいち早く開店し、電光堂仙台本店とパソコン販売における激戦を繰り広げた。コンピュータ中央店を皮切りに各地区でパソコン販売を開始し、石巻本店、古川店、気仙沼店、岩沼店、山形本店、酒田店、郡山あずみ店、郡山中町店にて、各々の,の,の地域でいち早くパソコン販売体制を 確立。1987年頃には配送センター及び本社屋を新築し、宮城県下のロジスティックシステムを構築していった。宮城県内でフランチャイズ店舗も展開していた。このほか北上店、水沢店、広崎店、山形店は、小児電機が親会社となっていたラオックスの店舗として運営していた。2003年までに広崎店を除き、 店名が、電撃倉庫に変更されている。ABC、連結市会社間の合併に関する、お知らせ、ラオックス、http://www.laox.co.jp:/laox/.press2012/.201209282。pdf2012 年9月28日閲覧。電撃ではない。 AB、ラオックス、電撃倉庫全店を閉鎖前140人解雇し、生産、日経産業新聞に1008年7月28日、AB、ラオックス70年市、1930から2138個会社における、事業見直しについて株式会社ラオックス2008年7月22日、プレスリリース、岩手県に初出店10月6日、 追託点がオープン。ラオックス。http コロンスラッシュスラッシュ www.laox.co.jp スラッシュ laox スラッシュ press2000 スラッシュ000927と html、uh、2011 1年1月20日閲覧ラオックス。広崎展開店に関する報道資料。ラオックス。 h t t p w w w l a o x c o j p l a o x p r e s s 2 0 0 1 0 1 0 5 2 5と html2011 年1月15日閲覧パッケージ製品東北地区デザインのポータルサイト DXWeb デザインエクスチェンジ 2011年2月11日閲覧。別冊宝島4 3 5号。良いこの広告テレビ CM が10倍面白くなる本。宝島社。1999年。45ページ。ISBN4 から796694307。ありがとうございます。